PR の時間です。前ホラゲーの PR があった時、うん、クソゲーって言いながらやってたから、ちょっとあれはまずかった。イージーピーズーやめてください。 PR 中にやめてください、そういう言葉を使うのは。さあ、うん、おっしゃいますか。皆さんお待たせしました。皆さんお待たせしました。本日はね、ケンキさんとライジンさんとでね、はい、PR の時間です。ちなみに私ね、うん、一応日本代表だったんだよね。なの RTA の。はえ、どういうこと、どういうこと。シンクの RTA のね、うん、日本代表でね、ちゃんと1位なんだよ。どういうこと。RTA あるんだ、このゲーム。RTA、いつ、いつの RTA ってこと。1ヶ月くらい前かな。え、何、じゃあ、結構やってんの、じゃあ。結構じゃない。初参加にしてね、1位になった。はぁ、すごい。正則さんとゆふなさんと。あー、正則がめっちゃやってるからか。そう。でもね、大したことなかった。あ、ほんと。やったか。正則がこのゲーム多分一番やってるんだよ。はい、実況者だと多分。イベントチェストみたいなのが期間中に入ってらしくて、これを探すっていうのが。今日ライジンさんが初めてだもんね。ね。完全に初めてだね。いやー、面白そう。チュートリアル配信しなくていいのかなって思いながらやってた。ライジンさんって仕事でゲームとかしたりとかするんだね。ね、全然俺いろんなゲームやるから別に。あ、本当？もはや何でもいいみたいな。いや、なんか仕事でゲームをしてる時のなんかこのテンションがどんな感じなのか想像つかないんだけど。ああ、普通にやる。あ、そうなんだ。前ホラゲーの PR があった時、うん、クソゲーって言いながらやってたから、ちょっとあれはまずかった。いや、あれはまずかった。それはまずかったかもしれないな。あれはマジでまずかった。怒られたんだ。いや、もうマネージャーも諦めた。それ意味わかんないもんな。うん。だからハロウィンイベントだから、このカボチャの敵がいいんだよね、とりあえず。結構カボチャの頭のやつ、意味が。別に、あ、そうそう、それ。あ、これ一人一つなんだ。そう、シンクロしないといけないね。それシンクロすると一気に能力値上がるから、使える技とか増えて、大事なんですよ、最初。俺がとりあえず全員分最初やるようで逃す。そういうことでございます。これは？ああ、これあれだね。宝物庫っていうか、まあ、あ、武器部屋。セーフハウス。ね、ここにまあ強い武器が大体あって、これ大事。で、まあこれ武器とかあんねんけど、はいはいはい、ここになんか3個の選択肢あって、一番右のやつ選ぶと武器が強化できる。で、真ん中はアーマーチが増えるみたいな。ちなみにここはですね、セーフゾーンに見えて全然普通に敵入ってきます。あんまセーフじゃないんだろう。あ、全くセーフゾーンじゃない。なんか結構固めのやつ来てるな。うん、基本的に光ってるところ狙えばなんとかなる。赤く光ってるところが大体弱点。あ、これシンクロした方がいいね。死んだ？死んじゃった？シンクロする前に多分ライジンさんがやりきっちゃったね。私も飛んできた、できた。あ、これシンクロするとこのそうスペースのやつが解放される。そう、コンパニオンが出せる。あ、いや、なんかこの、あ、そう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 、それコンパニオンの能力なんだよね、そのスペースのやつが。はいはいはい、そうなのね。そう、あとはまあ起用した単純にコンパニオン出現でき、出せて、はいはいはい、うん、まあ便利ですっていう。じゃあ、キーキサキスキャン、これね。これ全員スキャンするの？一人でいいのかな。多分一人で行ける気がするけど、はい、木の光ってるところ打ってください。クリティカルで出ます。で、光ってないかも。あ、今クリティカル壊しちゃったもん。あ、で、これ自分の上を打った方がいいのか。よいしょ。ワンプレイ何分ぐらいなんだろうな。まあ大体10分か15分ぐらいだね。弾なくなった。あ、ここで。まあけど、もうちょっとで火が。弾薬箱もあるんだ。言うて、木がもうちょっとで壊れるんで。はい、ナイス。ナイス。で、クリアと。あ、これやったら、帰るんだ。そう。ライジンさんなんかハロウィン家でハロウィンパーティーしてそうだよな。してない、してない。
なんかあんまりハロウィンかって感じじゃない多分。あ、そうか。いや、なんか普通になんかお母さんが、キンキさんのがハロウィンとケーキ、ケーキとかなんかすげえケーキとかなんかそれコスプレのイメージじゃんハロウィンって。あ、そうなんだ。なんかわかんないけどクリスマス的な感じで、縁がありそうだね、キンキさんは。縁がありそうじゃない。すごい無理やり詰めてきたな。あのコスプレ別物だろ。あのコスプレは別物じゃないかな。今回なんかそのあれだよね、ハロウィン限定イベントでキャンディーを集めてなんかアイテム交換できるんだよね。イベントセンター P だ。 P P、 あ、 P か。 P のどれだ、収穫じゃね。絶対そうじゃん。なんでだろう。ちなみに俺は25ポイント持ってるな。もう一個やったらいいのかな、ワンちゃん。次のミッションやってみる。まあ、行ってみるか。うん。ね、え、てか、あの後ろに落ちてんのさ、キャンディーじゃないのこれ。これだよ。これ、これ、これ。これ。え、ほら、ほら、ほら。あれ、キャンディーじゃん。収穫祭のお菓子。あ、ほんとだ、キャンディーだ。ほんとだ、これか。これ言わんかったらよかったやつか。え、しかして。いやいや、違う違う違う、これ全員に向いて。一応なんかこれ、なんかね、こういうなのか、ディスコードではなんかあれだったよね、キャンディー収穫祭でこう、俺ら競うって書いてあったもんな。え、そう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 。あ、そうなんだ。なんか競ったらなんか、プレゼントもらえるみたいな、1位のやつに。そう。あ、これ、分かったぞ。そうだな。これ分かったぞ。何が？かぼちゃを壊したら出てくる。何？これかぼちゃだ。うわー、あ、取れた取れた。かぼちゃか。いや、待って、なんかいっぱい出てきたよ。いや、それかぼちゃじゃない。え、でもお菓子だよ。嘘？え、ほんと？嘘。やるな。やばい。あいつらが来る前にキャンディー。おいおい、キャンディーどこ？よし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 。ああ、もう誰？キャンディーで抑制された。何で分かんだ？なえるわ。いや、このね、かぼちゃガチうまい。いや、そう、かぼちゃがね、マジでガチなんだよ。かぼちゃうまい。よし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 。おい、あ、けどここら辺取り壊しキャンディーあんじゃん。ラッキー。嘘。取りキャンあったよ。取りキャンあった？うん。結構落ちてる。ね、うわ、よくないな。結構落ちてるから、ライ様の後ろから取りキャン落ちてたけど。嘘。ライ様、キャンディーガンガン無視して走らせた今。これじゃあ一人ずつ見えてるんじゃない？嘘。本当だ、取りキャンある。え、待って、これ見えてる。じゃ、これ見えてます？これ。え、拾った拾った。これ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 見える？目の前の今のやつ。ないないない。あー、これ一人に一個キャンディーだ。これなんだよ、こういうキャンディーだ。謎に俺たちこの喧嘩しなくてよかったじゃん。ねえ、それ優しいな。そっか。え、じゃあ何を俺たち勝負したいんだこれ。まあ気づかない。ああ、どれだけ綺麗にキャンディーを拾えるかっていうゲーム。拾えるか。なんやそれ。そういうことにはなるな。あとまあボス戦があるのかな、こっから。ん？どういう開き方？あ、ここか。おー。ああ、へえ。ちゃんとボスだ。うん。こいつは胸が弱点だな、光ってるから。肩は？肩も弱点っぽいけど、多分胸の方が弱点なんじゃない？これおそらく。おい、はよ。おい。ハロウィンのやつかぶってるって。おい、雰囲気が、雰囲気変わるって。なんださっきの緊迫した雰囲気。あ、肩も結構弱点だ。弱点の前にハロウィンのあれ、そうっすか、一応。え、あれ壊れないもしかして。なんだ、肩の方が弱点じゃねかも。ね、胸別に弱点じゃない。なんかこいつ背中にめちゃくちゃ弱そうな部位あるよ。あ、やばい、背中打ったらブチ切れた。あ、ほんとじゃん。ね、なんかすごい弱そうな部位あるでしょ、背中に。あー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 あああ、俺らが銃で撃って倒したはずなのに、ね、最後岩で倒れたみたいな。岩で倒れたみたいな。なんだ。ああ、今のうちにこのお菓子を。あ、はい、はい、お菓子をしっかり回収しないと。さて、ワイのお菓子は
あ、44枚ですね。収穫のお菓子。ほう。あ、41だ。お、皆さん、私89です。あ、俺たち負けだ。じゃあこれライさんと勝ちです。ね、ファームしすぎだろ。勝ちました。ヘビーファーマーだった。マジかよ。本当に？嘘つけ。でもここにあるよ。このインベントリー。インベントリーある？インベントリー。うん、あ、まあ合計個数わかんないけど、あ、合計個数が見れるんだ。あ、ね、にしても俺69だわ、合計でも。え、ちょっともうちょっといっぱいあったり。87。あれってことは、ライジンさんが89で、ペイちゃんが87で、で俺がまあ69だから、まあ俺はライジンさんが勝利勝利ということになります。勝ちました。勝ちです。なんで、後日わかんないですね、アマゾンギフト券がプレゼントされます。あ、そうなの？知らないですけど、1万円分のキャンディー交換券、アマゾンギフト券って書いてます。キャンディー交換券、あざす。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。悔しいです。イージーピーズ。やめてください。PR 中にやめてください。そういう言葉を使うのは。